はい、冒険家の皆さん、こんにちは。ここでは、Google フォームを使って、学習者の、リアクションを、もうリアルタイムに収集するという、集めるという、そういうことをご紹介してみたいと思います。ここにあるウェブページを使いますので、この bit.ly/31811231、ここですね。はい、bit.ly/31811231、これを、皆さん、開いてみてください。そうすると、まあちょっとじゃあやってみましょうか。実際これをコピーして、今コピーしましたね。はい、それで、ここのところにそれをペーストしました。ペーストして、開くとこのように、同じページを見ることができます。はい。では、まず最初に、ですね、質問が1つだけある Google フォームのご紹介ですね。はい。やり方はもうとっても簡単です。はい。ちなみにですね、この今ここに開いているのはすぐに使えるように必ず、ブックマークに登録しておいてください。もうどこでもいいですから、ここの、このブックマークですね、この星のマークを、クリックしてブックマークに入れておいてください。はい。で、それでですね、はい、最初は、YN ですね。はいかいいえだけを答える質問です。で、回答は円グラフになりますね。はい。こういうふうに出てきますから、コピードキュメントですね。メーカーコピー、これをします。はい。で、もう、じゃあ質問は、今日は元気ですかぐらいでいいんですね。で、これを開いて、この今、鮮度というところを送りました。で、このリンクを開いて、このショート URL ですね。それでコピーをします。はい。それで、今コピーしたものをもう学生に配るんですね。チャットとかも学生に配ります。で、学生は、このリンクを開きます。そうすると、この質問に答えるところが出てきます。ライブでの質問も、これ、Zoom か何かで質問してしまえばいいわけですね。じゃあ質問は、今日は皆さん元気ですかにしておきましょう。元気ですか、はい、で、はいの人は、ここにサブミット。サブミットしますね。はい。じゃあ、別の人は、今私一人しかいないので、別の人は、いえで答えたとしましょう。はい。それから、じゃあ、別の人はまた、はいで答えてというふうにしましょう。今、3人の人がはいと答えました。じゃあ、これ、回答はどう見ればいいかっていうことですけど、このですね、サブミットアナザーリスポンスっていうのを開くと、右の方に鉛筆の、マークがありますから、これをクリックします。そうすると、この編集の画面に戻ることができますね。はい。そして、このリスポンスのところをこうやって開くんです。はい。そうすると、もう自動的にこういうふうに、グラフができていますので、学習者の、3人のうちの2人がはいと答えて、1人がいいえと答えたということが分かるわけですね。はい、これね、とても簡単なので、もう一回、やってみたいと思います。時間がどのぐらいかかるかということですね。今度は説明しないで、いきますね。もう一回です。説明しますけど、もっと早くやってみましょう。はいかいいえだけを答える質問。ここでまず1回クリック。はい、2回目、メーカーコピー。3回目、鮮度。4回目、このリンク。5回目、ショートの URL。6回目、コピー。もうこうやって6回コピーするだけで、6回クリックするだけでもうこの学習者に渡すことができるわけですね。で、もう一回やるとしたら、はい、それを学習者のチャットとかにペーストするってわけですね。はい。この7回、ペーストまで入れて7回の、操作でこれをやることができます。はい、で、この生徒が答えるところをちょっともう一回、やってみますよ。はい、これで生徒が答えました。で、先生の方は、もうさっきは、このページだったわけですね。先生の方はこの、編集のページを見ていますから、じゃあここから何回で、結果が見られるかというと、このリスポンス、これを1回押すだけですね。はい、これは8回目です。はい、8回目のクリックをするだけで、こういうふうに、はいが3分の2、いいえが3分の1という答えを、知ることができました。非常に簡単にこれが、できるんじゃない、リアルタイムで、学習者の、理解度とか、あるいは反応を見ることができるということが分かるのではないかと思います。はい、じゃあ次はですね、これは、4択ですね。ABCD の4つから1つだけ選ぶ質問。で、回答は円グラフになります。これもやってみたいと思います。はい、今、1回開いて、2回目、またメーカーコピーですね。はい。はい、できました。もうここに ABCD っていうふうにあります。はい。で、3回目、Send。4回、リンク。5回、ショートの URL。6回コピー。で、それを学習者のどっかチャットとか、Zoom のチャットボックスとかそういうところですね。そこにペーストします。これが7回ですね。はい。で、じゃあ質問はそうですね。ここを何にしましょうか。じゃあね、オムライスは、和食ですか洋食ですか、こういう質問にしましょう。で、オムライスは和食ですか洋食ですか。 A が和食。B が洋食、C がどちらでもある、D はどちらでもない。もうこれはパワーポイントとか Google スライドとかでこういう、質問を、準備しておくといいと思います。もちろん口で言うだけでもいいと思いますけどね。はい。じゃあ例えばこの人は A、1人目では A と答えました。はい。2人目の学習者も A と答えました。3人目の答えは、学習者は B と答えました。4人の学習者は C と答えました。はい、これで今、4人の学習者が回答が終わったというところですね。はい、で、この、鉛筆のマークを開くとすぐに反応を見ることができます。今、もう4人の学習者が答えていますから、これを開いてみましょう。こういうふうにですね、A が2人、B が1人、C が1人、そして D は誰も答えてないということがこれで分かったと思います。これは円グラフになりますね。はい、4択で4つ選択肢があって、1つだけ答えるというのがこのパターンになります。はい、で次は、4択で複数回答。質問フォームってありますね。ABCD の中から、こっちは1つだけでしたけど、こっちは複数回答できるっていうことですね。はい。複数回答できる。で、これも今開くとメーカーコピーができますから、コピーを開いてみます。ですね。あ、すみません。これ質問忘れちゃいましたね。どこだっけ。はい。あ、見たことがある映画は何か。スター・ウォーズ、鬼滅の刃。インディ・ジョーンズ、ハリー・ポッターですね。はい、これをもう学習者の方に質問してみるといいと思います。スター・ウォーズ、A、スター・ウォーズ、B、鬼滅の刃、C、インディ・ジョーンズ、D がハリー・ポッターということですね。はい、じゃあもう一人はもうみんな見たことある。あ、ちょっと待って、ごめんなさい。これ、まだ先導してなかったですね。はい。これはまだ編集フォームなので、ここでは回答できません。学習者にはこの鮮度からリンクに行って、短くしてそれをコピーするというところですね。はい、でそれを学習者の、チャットボックスにペーストして、学習者に共有したとしましょう。はい、1人目の人は A、B、C、D 全部見たという人がいたとしますね。はいはい、2人目の人は B と C だけ見た。鬼滅の刃とインディ・ジョーンズですよね。はい、3人目の人は、インディ・ジョーンズだけ見た。はい。はい、じゃあ、これで、結果を見てみましょう。ここの、鉛筆のマークから、リスポンスに行くとすぐに見えますね。はい、3人が答えています。こうしてみると、スター・ウォーズが1人、鬼滅の刃が2人、C のインディ・ジョーンズが3人、4は何だったっけ、ハリー・ポッターですね。ハリー・ポッターが1人。というふうに、こういうふうに、これはこちらは円グラフではなくて、棒グラフで答えが表示されます。さっきの円グラフは質問4つのうちに1つだけ選べるパターンの、Google フォーム。こちらの棒グラフになるのは、ABCD のうち複数回答ができるパターンの、Google フォームですね。その場合はこのように棒グラフになります。はい、じゃあ次は5段階質問フォーム、はい。とても賛成、全く賛成できないまで5段階で回答するフォームですね。回答は棒グラフになります。はい、実はこれはもういつも僕がこれもいつも使っているものです。じゃあメーカーコピーしますね。はい、これは毎週授業の最後に使っています。質問は、今日の、授業は役に立ちましたかっていうんですね。役に立ちましたか、そして1番が全く賛成できない、とても賛成ということになっています。はい、じゃあこれも、学習者にシェアするのをやってみましょう。そして短くして、コピー。はい、もうコピーできましたね。それで、それを Zoom のチャットボックスにペーストします。で、学習者はこのページを開くことができるわけですね。はい、じゃあ、1人の人はとても賛成。役に立ちましたかでとても賛成だったとしましょう。はい、2人目の人は全く賛成できないだったとしましょう。はい、そして3人目の人は、どうしようかな。まあ、じゃあ全く賛成できないにしておきましょうか。はい。はい、でこれを、回答を見るのはどうすればいいか覚えてますか。この、鉛筆のシーンですね。鉛筆のアイコンをクリックして、でも3人が回答していますから、このレスポンスを見るわけです。はい、このようにグラフになって出てきますね。全く賛成できないと答えた人が2人いて、とても賛成と答えた人が1人いるというわけになりますね。はい。はい、じゃあ次は、短い自由回答質問フォーム。はい、これはグラフにはなりません。で、それぞれの回答のリストが表示されます。はい、じゃあ、これもメーカーコピーですね。メーカーコピーして。はい。じゃあね、質問は、ライブで、あなたの好きな、食べ物は何ですか、一番好きな食べ物は何ですかにしておきましょうか。はい、で、センドして、リンクを貼って、URL を短くしてコピー。はい、そしてそれを、学習者のチャットボックスに、学習者とそのチャットボックスでペーストします。はい、ライブのでの質問に答えてください。さっきの質問は一番好きな食べ物は何でしたからね。オムライス。はい、で、サブミット。はい、1人の人はオムライス。次の人は、2番目の人はカレーライス。はい、じゃあ3番目の人は、牛丼。はい。なんか和食ばっかりだとあれなので、じゃあサーグパニール、サーグパニールっていうのはほうれん草とチーズのカレーみたいなインド料理ですね。はい。まあこれで、見てみましょう。今、回答は4人ありますね。はい、で、こういうふうにリストがこのように、見えてくるというわけです。Zoom でやるときはこちらのこの、回答のところを画面共有して、それで見せればいいと思いますね。はい、あとは、最後にもう一つ同じですけど、これは長い自由回答質問フォームっていうのがありますけど、これはちょっと入力したりするのが大変なので、ここまでにしておきたいと思います。はい。はい、ではこれで、レコードを終わりにします。そして、冒険は続きます。